ネーバ川のピクトグラムウラルピクトグラムは、紀元前3000年から2000年頃の戦士時代のウラルのピクトグラムであり、タギル川、ネーバ川、リーズ川、ユロザン川の沿岸沿いに点在している。ピクトグラムの色はおそらく血が混ざった、オード色から薄紫色及び茶色に至るまで異なっている。一方、厚さは10から20ミリメートルの間となっている。ウラル文字の存在は、 大昔から知られており、1699年にピョートル一世が初期のヤカブルージオフに大使現地に向かい正確なコピーを作るよう命じた。ウラルピクトグラムは北から南に至る約8 0 0トルの範囲に渡って点在している。最北にあるものはコールバとビシュラ川で発見されており、最南のものはベーレジャ川で見つかっているが、 大半はたぎる川沿いで発見されている。ウラルピクトグラムは、ウラルの先住民族、フィン・ウゴル系民族と関係があるとされる。ピクトグラムは地上、または3メートル以上の高さから描ける人工の、高台から指、またはいくつかの道具を用いて描かれており、線の厚さは普通は10から20ミリメートルであるが一部は、4から5センチメートルのものも存在する。 ピクトグラムは大抵は南に位置しており、鳥、動物、人間、そして様々な幾何学図形の絵が描かれている。動物の絵は主に、ヘラジカ、シカ、ノロジカであり、ヘビやクマの絵も描かれている一方で、鳥は主にアヒルやガチョウといった水鳥が表現されているのが一般的である。また、一部の生物のピクトグラムは、内部の臓器を示す骨格が描かれている。 2001年にリーズ側で彫刻画が発見されたことで全てのウラルピクトグラムは塗られたものであるという長年の意見の誤りを示した。ザロックイメージズ・オブ・ウラル2巻目を出版したロシアの研究者バレリー・チャーネット総部によればウラルピクトグラムは大抵は狩猟用具を描写したものであるという。しかし、 チャーネット総ブが強調するピクトグラムは現場で魚の絵が発見されていないため量との直接的な関係性はない。ありがとうございます。